ということで広島に着きました。はい、ではね、まあ一応ホテルには着いて荷物を置きました。でそれがちょっと夜に行こうと思うので夜に行ってきます。行ってきます。はい、皆さんどうもこんにちは、ワンディアンのゆうこんです。はい、今回ですね広島県に行きました。で今ナムコに来てるんですけど、それをねやりたいと思います。どうでしょう。はい、ということでイオンから帰ってきました。で買ったものをねちょっと紹介していきたいと思います。ではね明日は丸々に行くので寝ます。ちょっとお風呂入って寝ますではおやすみなさい。お好み焼き苦手なんで焼き色で美味しそうじゃない。顔暗っ、暑い。はい、ということで着きました。今からフェリーに乗っていきます。福島神社に行きます。暑い、今から乗ります。めっちゃ綺麗。ここに行きます。顔面撮って。おお。
はい、じゃあもうマジになって顔がすごい明るくて200汗だくゆうぽんです。すごいある。うわー胸おいしい。もみじまんじゅう風味のラムネ買ってきました。あ、甘い。なんかめっちゃ甘い。確かにまんじゅう風味がある。なんか炭酸とまんじゅうみたいな。夏って感がやばい。帽子かぶってるこのラプレー。ではもう近くなので行ってきます。行きましょう。暑い。それで着きました。めっちゃ切れると思わない？海に鳥居だよ。写真撮るか。写真撮ります。はい、ということで厳島神社の中に入っていきたいと思います。工事なる工事なんです。おっきい。どこだ？これか？あ、いたわ。カニさん。ちょ、カニポンいるやん。え、ほぼほぼカニじゃん。きれい。めっちゃ暑すぎるわ。どうですか？綺麗。マジでね、ここ厳島神社マジで行きたかったかったからめっちゃ嬉しい。どう？乗ってきてみた感想は？綺麗、涼しいけど暑い。本当は海の上にも浮いてる神社なんだけど、うん、危ないですか？でも海がある時に行きたかった。あれ写真撮んの？写真撮りたい。無理やりで行けば行けるかな。じゃあ待っとかな。うわ、明るい。今からフェリーに乗って帰ります。めっちゃ楽しかった。クイズがいっぱいゲットできたことがビビった。着きました。すげえ、ガソリンの匂いする。顔真っ白。ということで今フェリーから降りました。はい、ということで今回はこんな感じで降りたいと思います。すごくね、もうずっとね、もう社会の時間から行きたいなと思ったんですよ、ここの厳島神社で、ね、やっと行けたので本当に嬉しかったです。で、まあ、Twitter とかミュージカリとかにも出しておくので、よかったら見てみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、Nine Love、ミュージカリの方もフォローよろぼんです。ではアッツスパン。